うさこのアルルカンの絵を描き始めました。洗顔の状態です。いつものモモ流のやり方ですが、で色を塗ってきますけど、いつものようにひし形の部分を塗っていきます。割と細かいことにとらわれないで塗っていった方がもちろん面白みは出ますね。こんな感じですが、はみ出した部分とか、私はあんまり気にならないんですけども、少しずつ丁寧に気になるようでしたら、練り消しでこう取っていかれて、ひし形を作り上げていくという方法もありますね。でもなるべくならもうパンパステルのパンのどの部分を使ったらはまるのか、そういうことも考えて、例えばいろんな形ありますね。こういう形もありますね。で、ここの部分を使うとか、直線に関してはですね。あとスティック、これですね。これなんかももちろん、例えばこちら面に同じ色をつけてみましょうか。こう持ってきて、こう持ってくる、このやり方もあります。この方が細かくくっきりしたやり方は出るのかなっていう感じはありますね。パンパステルの場合、どのパンをどの面積にこんなのもあるんですけど、持っていくか、線画から線画に色を塗っていく場合は、それを考えてパンを、いろんなパンを、いろんなものを、形のものを使っていく、それが大地の、っていうか桃流の考えですね。